日本カモシカ、日本カモシカ、キャプリコーニツクリスプスは、タマ、ヒズメメ、クジラタマ、ヒズメメとする説もあり、ウシカカモシカ属に分類される、タマヒズメ類。単にカモシカとも呼ばれる。日本、京都府伊東の本州、四国、九州大分県、熊本県、宮崎県固有種。本州では、東北地方から中部地方にかけて分布し、京都府北部、 鈴鹿山脈、紀伊半島などに隔離分布する。山形県、栃木県、富山県、山梨県、長野県、三重県の6県では、カモシカ、または日本カモシカを、県中に定めている。体長105から112センチメートル。尾長六6から7センチメートル。肩高68から75センチメートル。体重30から45キログラム。 全身の毛衣は白や灰色、肺褐色。毛衣は個体変異や地域変異が大きい。頭骨の額体は隆起する。角長8から15センチメートル。角は円錐形。角はやや後方へ湾曲し、基部に不死がある。耳長9から11センチメートル。磁界は幅広く、やや短いため直立しても、磁界の先端と角の先端が、 同程度の高さにある。眼下はやや小型で、涙骨のくぼみは、前頭骨に達しない。第二前球脂前端から第三球脂後端までの、最大腸、球脂列腸が左右の薄刃の間の幅よりも長い。脂は短い。台湾かもしかキャブリコーニツスウィンホー、本種の亜種とする説もある。体色が、大々赤色の個体を、足、C。 C プライバネスとして分ける説もあったが、肺褐色の個体と、だ々赤色の個体が、同所的に分布ることなどから足としての有効性を疑問視する説もある。低山地から高山帯にかけてのぶな、水ならなどからなる、落葉高葉樹林や根光林などに生息する。以前は高山に生息すると考えられていたが、生息数の増加に伴い低地にも出没するように、 なり、下北半島では、海岸線付近で見られることもある。季節的な移動は行わない。10から50ヘクタールの縄張りを形成して生活し、地域や環境により変異があるが、オスの方が広い縄張りを形成する傾向がある。岩下線を木の枝などに擦りつけ縄張りを主張する。マーキング。縄張りは、異性間では重複するが、同性間では重複せず、 同性が縄張りに侵入すると角を突き合わせて争ったり追い出す。単独で生活し、四頭以上の群れを形成することは、稀。木の根元、斜面の岩棚、切り株の上などで休む。紅葉草本、木の葉、芽、樹皮、果実などを食べる。下北半島では百十四種、飛騨山脈では、笹族笹や、杉族を含む九十五種の植物種を食べていた。 報告例がある。日光国立公園でのメスの意外の、いない用物調査では、同定が可能なものは、シシマザサとナナカマドが多く、オオカメノキクロベコメツがカエデ属、チイ類などが検出された例もある。クロベ、メツガについては、チイ類を食べた際に、樹皮や落葉を副次的に摂取したとする意見もある。積雪時には、全死で雪を掘り起こして、食物を探す。感染症は、 パラポックスウイルス属、主に、オーフウイルスによる、伝染性濃厚性皮膚炎が挙げられる。パラポックスウイルスによる感染は1976年に、秋田県で、確定診断が、報告。1973年に、岩手県で、核診断ではないものの感染、感染した可能性のある個体の報告例があるされて、以降は、日本各地で、 散発的な流行が見られ、1982年までに東北地方6県、あとに関東地方2012年には京都府、和歌山県にかけて感染地域が拡大している。直接接触だけでなくパラボックスウイルスは環境抵抗性が強いことからマーキングや繁殖行動ですりつけた箇所から他の個体へ反していると考えられている。例として、 岐阜県では1981の1983年の当期の調査では153頭ですべて陰性反応だったが、1983から1984年では189頭のうち1頭が陽性反応、1984から1985年では237頭のうち75頭で陽性反応が見られた。感染した個体は更新、次回。 目の周囲、ひづめの間などに、赤色球診、結節、ビラン、かさぶた側を形成し、海洋や腫瘍にまで発展することもある。幹部を木などにすりつけることで傷つき、ウイルスの感染の増大や寄生虫、ウジなど昆虫による二次感染の危険性が増大する。後診の感染による接触困難、低患の感染による歩行困難などにより衰弱し、 肺炎の併発や二次感染によって重症化し死に至ることもある。本州及び九州では、海鮮の感染が報告されている。岐阜県で1981の1983年に、捕殺された455頭の抗体検査では、414頭のうち25頭で、トキソプラズマ、156頭のうち20頭で、レプトスピラ症、反応したのはすべてワイル病抗原。 197頭のうち21頭でオウム病の抗体が検出された報告例もある。繁殖様式は体制。10から11月に交尾を行う。妊娠期間は215日。5から6月に主に1回に1頭の幼獣を産むが、複数頭を出産することや毎年出産することは少ない。幼獣は生後1年は母親と生活する。 生後1年以内の幼獣の死亡率は約50%で、特に積雪が多い年は死亡率が高くなる。オスは生後3年で生成熟し、メスは生後2から5年、平均4年で初産を迎える。寿命は15年だが、雌雄ともに20年以上生きた個体もいる。飼育下での記録は33歳、立山博物館カモシカ園、黒。崖地を好み。 犬に追われた場合などが明けに逃げる傾向が強い。好奇心が強く、人間を見に来ることもあるという。青の寒ダチとしても知られ、陶器などに数時間、身ろぎもせずじっとしている様子が観察される。理由は定かではないが、山中の斜面を生活圏としていることから、半数をするときに寝転ぶ場所がないからとも言われている。カモシカの糞はは、鹿の糞とほぼ同じ形で、 楕円形である。野外において、この両者を見分けるのは簡単ではない。一つの目安は、鹿は糞を少数ずつ散布するが、カモシカは塊を作ることである。盛り上がった糞塊が作られていれば、カモシカの可能性が高い。これは、鹿は歩きながら糞をするのに対して、カモシカは立ち止まって糞をする傾向があるからある。森下正明は糞塊から、 カモシカの個体数推定を行うモデルを作った。日本初期、光玉天皇二年、六百四十三年十月二日上に、同様、技歌が歌われており、頑丈に、小猿舞役米田にもたげて通らせあぎ、釜獅子のおじと記され、老人の踊りを釜獅子イコールカモシカに例えている。近世期の和漢三サ図への、十類の項にも、図と共に記載があり、 音読みで、リニアンと読み、表記は、ヒツ羊とも知るし、羊に似ているとする。1973年に、岐阜県、1974年からは、長野県でも林業に対する食害防止のため駆除が進められている。1934年に、国の天然記念物、1955年に、特別天然記念物に指定されている。 新潟県笠サの生息地は天然記念物に指定されている。日本では1965年に日本カモシカセンターが初めて飼育下繁殖に成功した。繁殖に成功したメスは1964年にも繁殖例があるものの、1963年に脱走中に妊娠したとみなされたため飼育下繁殖と見されなかった。 日本国外では1879年にロンドン動物園で飼育された記録がある。アメリカ合衆国では1976年にロサンゼルス動物園で初めて生態が飼育され、1980年には飼育か繁殖にも成功した幼獣は生後1月で死亡。オーストリアでは1984年にペアがウィーンのシンブルン動物園で飼育される予定だったが、 メスは輸送中に死亡。オス及び大体のメスも1985年に死亡している。中華人民共和国には1972年のジャイアントパンダ提供の返礼として1973年にペアが北京動物園へ提供、飼育され、1975年以降は飼育か繁殖にも成功している。ドイツでは1986年にペアが ベルリン動物園で飼育され、1987年時点で、メスは妊娠していたが、出産前に死亡している。昭和27年、1952年8月1日発行の8円普通切手、平成27年、2015年2月2日発行の50円普通切手の絵柄として採用された。カモシカという名称は昔、その木をカモと呼んでいたことによる。 戦時下の他に、霊用という漢字を当てることがある。別名を、青獅子といい、またぎの間では単に、青とも呼ばれ、青色の汗をかくと言われる。他に、肉、暮らししなどの別名もあり、鬼のような角を持つことから、牛木と呼ぶ地方もあるとされる。2008年、平成20年7月3日に、日本カモシカが、 富山県船橋村立図書館に侵入するという騒動があり、全国ニュースになった。騒動から1年後の2009年、平成21年7月3日に絵本、鴨鹿図書館、桂書房が出版された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。